ファイナルファンタジーシリーズファイナルファンタジーレジェンズ号と闇の戦士ファイナルファンタジーレジェンズ号と闇の戦士はスクウェアエニックスから携帯アプリとして配信されているコンピュータ RPG である。i モード版は2010年9月6日から、イスウェブ版は2010年12月9日から配信開始された。2012年8月31日には スマートフォン版が配信開始された。2008年に配信開始されたファイナルファンタジーフー・ザアフターガッツの期間の公表を受け、同様に1990年代のゲームのようなドット絵を使用しているが、今回は完全新作として制作された。光と闇のクリスタルをめぐるストーリーやジョブチェンジシステムなど1990年代前半の FF のコンセプトを継承している。 プロデューサーは、ときたたかし。キャラクターデザインは、小黒明、音楽は、水田忠、開発担当は、マトリックスといった、フィブジアフターの制作チームが担当している。イメージイラストは、天野義孝。シ助章は、無料で、その後のストーリーのメインシナリオ、サブシナリオはポイントで購入する形式となっている。月に1回ほどのペースで、ストーリーが追加配信され、 2011年8月8日、配信開始の終章、後編で完結した。スマートフォン版はシナリオが再構成されており、序章が無料で、第1章第4章は、有料となっている。音楽は作り直されたほか、有料オプションとして、チップチューンアレンジ BGM も使用できる。また、エンディングには、オリジナル版のエンディングテーマ、世界の行方に、歌詞、ボーカルをつけた。 世界の行方が使用されている。なお、スマートフォン版は、スクウェア・エニックス・マーケットで配信しているもののほか iTunes、Google プレイでも配信している。Google プレイ配信版については、チップチューン・アレンジ BGM も含めた、完全落とし切りのアプリで、序章のみの無料プレイもできない。主人公達はルクスに住む、者たちと、 帝国の命令によって飛空艇に乗せられた者たちの8人である。クリスタルの神殿で、クリスタルが砕かれたことで離れ離れになり、ソウルは、セーラ、アイギス、タスク。ナハトは、ディアナ、アルバ、グレイブと一緒に行動することになる。幻獣は各地におり、一部を除き戦って勝てば、契約して召喚できるようになる。光の世界の幻獣 ファイナルファンタジー部をベースにしたジョブチェンジシステムが採用されている。本作独自の要素は以下のものがある。基本となる7つのジョブは光と闇で共有し、竜騎士、銀遊詩人、メモリスト、ナイト、同士は光の戦士のみが、レンジャー、暗黒騎士、踊り子、忍者、魔人は闇の戦士のみがつくことができる。光と 闇それぞれの固有ジョブはストーリーを進めていくごとに段階的に覚えていく。ありがとうございます。